なあ、ビリーのやつかなり怒ってたな。借りた金返して謝らないとな。こんなこと二度とごめんだ。お、明るくなった。優しいっすね。お邪魔。ん？なんだこれ。めっちゃ鍵。ビリー、どこにいるんだ。めっちゃ鍵かけられてるんだけど。扉は固く閉ざされている。この鎖は誰が何のために貼り付けたんだ。何かを封じておくのかね。こっちも同じかな。同じだね。で、何これ。電話ボックスがある。あと、マネキンと、これは、ラジオだな。古い洋式のラジオだ。さて、調べられるな。私は悪くない、悪くないんだ。ああ、神よ、どうか。荒っぽい道と乾いた血のようなものがついている。この館の住人に一体何が起きたんだ。だってさ、これはホーリーバイブル、聖書か。古い聖書だ。子供の頃は両親に読めと言われてよく読んでいたな。読んだ後にもらえる お菓子が楽しみだったからよかったけど。ああ、この物語の主人公は警察官だからね。ここでなんかいろいろ、まあいたずら書きだとか、あとこの館のなんかあれ、主人がどうたらこうたらっていう話だったから、それで調査に来たって感じだね。捜査官だね、主人公は。でマネキンか、めっちゃにやけてんだけど。スティーブ・ラグレス、あ、うん、そのこれラグレスって書いてあるけど、この館の主の名前が確かラグレスだったな。ん？若干動いてね、これ。あれ？いや、若干動いてるように見えたんだけど、違うか。気のせいか。ま、気のせいか。どうだろう。本当にマネキンかもしれないし。何これ。夜はいつ明けるのだろうか。この世界に太陽はあるのだろうか。最後に見たのはいつだっただろうか。もう何も見えない、聞こえない、感じない。何の詩かはわからないが、言いたいことはなんとなくわかる気がする。うん、なんとなくわかる。いろいろあるね。魂だとか、信仰だとか、魔術師、人間の覚醒、どうたらこうたら。科学とはかけ離れた感じだな。調べられるものは何もなしか。閉じ込められていたが、まあ、うん。ちょっと待って、もうちょい調べるか。もうちょい近くで見てみる。いや、これ、本人が動いてるだけだわ。主人公の目線が若干揺れてるだけだったわ。まあ、もし、なんていうか、人が招き、お前を蝋人形にしてやろうかっていうのが本当にできるんだったらさ、ほら、さっきの光が見えないとか、もうほら、そういうことじゃん。ここは開くのか。開かないな。これは？ディス？なんだこれ。ザ・メニュー、ストマッシュ、胃、心臓、腎臓、脳、合図、目だな。内臓のメニュー。まあいいよ。でこれもインタラクトできるものはないな。役も表示されない。え？今なんか根底言わなかった。あ、自分の足音か。ビビった。じゃあさらに地下に行くかな。レッツゴー。おう。ああ、ひどい匂いだ。ウェ
Where did we go? ビリーはどこに行ったんだ。怖いね。まあ、ひどい匂いっていうのは大体血かなんかだろうな。人間の不臭って本当に凄まじいらしいから。開けられるところは何もなし。で、これか。主よ、七つの光と秩序を持って我が罪をお許しください。罪深き王。王は我こそが王の中の王と思い、何もかも生み下していた。王はこの世のすべてを自分のものにしたかった。ある日、ちょ待って、めちゃくちゃ長くないか、めちゃくちゃ長くないか。王はある日、王の前に希少なものを扱う商人が遠方から訪れた。その商人の隣にはとても美しい妻がいた。王は自分に何ものを持つ商人に嫉妬した。王はそれが許せなかった。王の憎し、王の妬みかな、これ。妬みは次第に強い怒りへと変わり、兵に事故を装い商人を殺すように命じた。王は商人の美しい妻を真実と偽り、王宮へ迎え入れた。美しい妻は真実を知ることなく毎晩王に侵された。やがて王は死を恐れ永遠の命を欲した。王は永遠の命を得るために薬や食べ物をたらふく飲み食した。だが永遠の命は得られず、肥えた王は絶望し何もなくなってしまった。やがて王国は別の王国によって滅ぼされてしまいました。で、終わりかな。これは多分この上のやつがタイトルで、そういう物語なんだろうな。美しいさ、一体何なんでしょうね。傲慢、暴食、強欲、あ、七つの大罪か。この中での滞在を書けばいいのか、それともとりあえずインタラクトしてみるか。つくね。まあ読んだ感じは嫉妬、暴食、怠惰、憤怒、色欲かな。あれ、でも全部つければいいのかな。あ、消えた。多分この中にあるっていうことだろうな。順番にってことか。何もかもを見下していた。傲慢だね。自分のものにしたかった。で、嫉妬した。怒りに変わった。憤怒、どこだ。あった。うん、順番があるんだと思う、これ。怒りに変わり、騙して連れてきて犯した色欲、そして命を欲して暴食しました。いや、強欲の後暴食かもしれない。どうだろう。あ、ダメだった。じゃあもう一回読もう。で、強欲がどこに入るんだ、これ。強欲ちょっとこれかな、あの傲慢の後かな。で、嫉妬して怒りに変わり犯して、その後は暴食して怠惰になった。開いたね。天才だな。ベースなんでもないと思うんだけど。あ、これちょっとヒントなのかな。どうなんだろう。傲慢さゆえに強欲となり、他者を憎、他者を妬む罪には源があることを忘れてはならない。この館の住人には信心深い人がいるようだ。信仰、それに近、嫌な予感がする。狂信者とか、そっちらへんだな。このスパナは取れない。工具というか拷問器具がたくさんあるね。で、さっきカタカタ言ってたの何？これ血だよな。で、なぜか三輪車あるな。つまりここで三輪車プレイをしていたっていうことだな。つまりはそういうこと。信じるか信じないかはあなた次第。
三輪車プレイとか上級者すぎるだろう。あ？ちょ、ハエが待ってる、ハエが。これハエだよな、音。三輪車プレイしてたんだよ。あれ？鍵がかかってる。ん？あ、ここが開いたのか。どれ？鍵。随分と錆びついているが、まだ使えそうだ。取ろう。これは？金のペンダントだ。売ればビリーに返す額になるだろうか。一つくらいいただいても問題ないだろう。窃盗じゃん。いや、窃盗じゃん。これ横領だね。あの、警察官としての業務で来てるから、これ横領ですね。横領してるじゃん。さて。じゃ、ちょっと。錆びついたか。あ、ちょ待って。罪深きを、あ、これだったね、そういえば。ちょっと待って。これさ、開くことできるよね。これなんかのヒントになるのかな。まあどっかで使うんだろうな。さて、鍵使ってみるか。お、開いたっぽい。お邪魔。あれ、薬かな。部屋的に薬を置く部屋。これは何もなし。布がかけられてるだけか。これはダリンだね。ああ、これはゲームズワークだから。あ、まあ、4時間経ったら赤字になるね。何？パンプキン。かぼちゃの缶詰。珍しいな。で、あー、なんか血で十字が書かれて。で、なんだこれ。十字架がさらに貼り付けられているな。あ、めちゃくちゃ気持ち悪いな、このオブジェ。テレビは、つかないね。旧式。お、月と星の装飾が施されたプレート。この館のどっかで似たようなものを見た気がする。あー、見たね。よし、じゃあゆっくり振り返ってみるか。こういうところはね、大体来るんだよ。あれ、来ない。いや、来たわ。なんだ、音するよ。音するよ。やった。ですよね。次はお前だって書いてある。なかなか驚かせてくるじゃないか。早くこっから出しないと。走れ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 。何を、クソ、頭を気がする。まずい、早く走れ。クソクソとか言ってんじゃねえ、走れ。走れ、走りゲームだ。お前バイオショックならここで死んでるぞ。ちょ、なんでしまってるんだ。クソ、ベル、ジェームス、アルクス、誰かいないのか。頼む、誰か助けてくれ。開かない。落ち着け、落ち着くんだ。押しても引いても開く様子がない。強い力でドアを挟まれているかのような感覚。一体どうなっている。まあ、行くか。じゃあ、ちょっと待って、あの、ごめん、配信ページが止まってた。なんかいたんだけど。裸の女がいたぞ。おい、おい、おら、どこだ。
ん？下か？ベッドの下か？あ、いなかった。はあ、さて、ラジオがなんか鳴ってんの。これは変わらずかな。何か変わった点といえばどこだろう。お？これは？勤務初日を記念して撮った写真に似ている。どうしてこの写真がこの館にあるんだ。それに顔の部分が切り取られ裏面には憎いと書かれている。あ、そうだね。俺が一体何をしたって言うんだ。あ、これ自分の写真なんだ。おっと、はい、こちら、こちらファントム、おっと、あ、間違えた、マックスだったな。もしもし、ライグルスさんですか。ああ、よかった、聞いてくれ、俺は警察官のブラウンだ。今すぐ応援を呼んでくれ。ひどいノイズだな。もしもし。Hello? おい、聞こえないのか。また後でかけなさ。待て、待ってくれ。くそ、何がどうなってる。え？あ、どうも、何これ。まるで血が固まってできたかのような赤黒い石。こんなものは初めて見るはずなのに、どっか懐かしいような、胸がざわつくような、そんな気分になってくる。お？なんだこれ？は？てか100、なんたらかんたらって。あれ？ん？扉閉められてね。は？ドアが開かなくなってる。それに今の音は一体なんだ？何にもねえ。銃ない、銃。何か、あれ、あ、なるほど、お風呂場覗けろってわけだな。こんばんは。あれ、神様なんていない。お風呂場じゃねえじゃん。ん、てか声やんだ。残念すぎるだろ。お？ Hey, Marcus. お？ Please open the door. マーカス、ドアを開けてくれ。Hey. Where are you? B、お前なのか。あ、俺だよ。早くしてくれ。俺が今来てるぜ。すまない、ビリー。こっちからも開かないんだ。この役は何かおかしい。まるで悪霊にでも取り憑かれてるような。さっきから奇妙なことばかり起きてるんだ。ビリー、ゾウを呼んできてくれないか。ビリー？ああ、俺だよ。早くしてくれ。そんな、違う。ありえない。こんなの嘘だ。なんかおかしいぐらいに連呼してんね。でもこれこのままじゃちょっとあれだからな。インタラクトしてみるか。あれ、インタラクトはできない。やめとこう。逃げるんだよ。逃げまーす。じゃあのー、え、なんかあるんですかね。てかインタラクトがずっとそのまんま出てるんだけど。これ無料なのはすごいよね。ちょ、一旦下行ってみるか。じゃあ、なんもない、なんもないや。じゃあこっち、あ、開いた。誰もいなくなってんな。いやでもなんか、あ、
鉄格子。行くしかなかろう。行くしかなかろうよ。突っ込んでやるぜ。はろ、あん？壁ぶっ壊れてんだけど。誰か、これ多分ブリーチングしたな。誰かが。ん？マーカス・ブラウン。めちゃくちゃ矢印書かれてんね。この家には一体何があるってんだ。まったく、よー。悪夢だ。こんなの現実じゃない。